はい、カバー長黒カッパ園長です。じゃあ今度はね、この小林賢太郎さんのこのイスラエルとね、ユダヤのこのユダヤ人権団体の、なんだろう、反応を見ていく感じですかね。まずこの駐日、イスラエル大使がね、小林賢太郎氏を猛批判するんですね。日本人、我々日本人が思ってる以上にね、彼らからしたらね、けしからんと、とんでもない話だと。っていうこと、そういう反応ってことですよね。反ユダヤ主義の発言を聞いてショックを受けたと。まあちょっとなんか怖い女性なんですけども、この方ね、うん、なんとなくなんかスター・ウォーズの、なんかダース・シディアスにかぶるんですけども、東京オリンピック開会式の演出責任者を解任された小林賢太郎氏が、過去にユダヤ人大虐殺を揶揄した問題で駐日イスラエル大使が強い非難を表明した。強い非難って書かれてますからね。小林はお笑い芸人時代にユダヤ人の大虐殺を笑いのネタにしていたことが明るみに出て、22日開会式の責任者の職を解任されたと。この問題を受けてヤッハ・ベン・アリ駐日イスラエル大使がツイッターで強い抗議を表明。まだ SNS でだからあれか。私は駐日イスラエル大使として、そして大虐殺からの生存者の娘として、だからもうさっきのファイザーの CEO なんかと同じ立場の人ってことですよね。ホロコースト生存者の娘ってことですからね。有名なコメディアンの小林賢太郎氏が過去に行った反ユダヤ主義の発言を聞きショックを受けたと、今回の騒動で精神的に大きな被害を受けたと強調、その上で大会組織委員会に対し小林氏の非常に不快な行為を強く非難した。このような行為は日本やオリンピックに関連するものであってはならない。解任という組織委員会による迅速な対応は評価していると、怒りは収まらないものの解任という最低限の措置には理解を示してくれたみたいなんですよね。ただ開会式で小林氏が関わった演出が強行される可能性はまだ残されていて、その対応次第では外交問題への発展は避けられそうにないっていうことらしいんですよね。開会式の内容か。なるほど。では今はほらイスラエルの大使の人でしょ。で今度はねこの、ユダヤ人権団体のこのサイモン・ウィーゼンタールセンターの、クーパー副代表がコメントを発表してるんですよね。アメリカユダヤ人団体幹部適切な動き、小林氏のこの解任は評価するっていうさっきのイスラエルの大使と同じ受け止め方かな。東京五輪で開閉会式のディレクターを務めていた小林賢太郎氏が解任されたことを受けて、アメリカの有力ユダヤ人人権団体サイモン・ウィーゼンタールセンターのエイブラーム・クーパー副代表が21日夜、朝日新聞の取材に対して適切な動きだと語った。同団体は小林氏が過去にユダヤ人大量虐殺ごっことの表現を用いたことに対して非難する声明を出していましたと。でクーパー氏は小林氏の動画をめぐって状況は異なるがナチスの犠牲者の家族が感じていることを日本の方にも分かっていただきたい。もし北朝鮮に拉致された人たちのことをお笑い芸人が冗談にネタにしていたら日本の人々はどう感じるだろうかと語った。なるほど、そういうことっていうことですね。世界中から選手たちが集い、五輪旗、オリンピックの旗の下で競い合い、平和と相互理解を促進しようというオリンピックの理念に反するものだ。芸人であっても冗談とジェノサイドを隣り合わせにしてはならない。また表現の自由を攻撃するつもりはないがと前置きしつつ、人間の尊厳においては、基本的な規範がある、苦しみ続ける人たちが冗談の標的になってはならないと非難した。なるほどね。確かにね、おっしゃる通りですよね。で、この話がやっぱりね、当然一般の海外の、人たちの間でも、話題になっちゃってるんですよね。東京オリンピック開閉会式ディレクター小林賢太郎さん、過去にホロコーストをネタにコント、ユダヤ人大量虐殺ごっこをやろう、アメリカの団体が抗議。これが内容についてはもう今何回もお伝えしたんで、カットしますけど、海外の人たちの反応がこんな感じ。オリンピック開会式ディレクターが1998年ホロコーストをジョークにしていたことで解任されたぞ。次の人が自業自得だね。で、次の人がオリンピック中止にしようぜ。で、次の人がユダヤ人大量虐殺ごっこをやろう。これが1998年当時面白い発言だったのか知らないが、ラーメンズはすごく面白いだけに悲しい。海外で評判だったんだ、この人たち。で、次の人、オリンピックの開会式前日まで発覚しなかったのか。なんか怪しいな。次の人、解任して何の効果があるのか、もうすでに開会式が監修してるんだろう、報酬を与えなかったり名前が並ばないことに意味があるのか、報酬もカットになっちゃうのかね。次の人、この男は23年前クズだった。しかしそれ以降は喧嘩腰ではないし、疑惑程度にしてあげるべき。あ、海外から擁護の声もあるんだ。ちょっと意外ですね。で、次、これは広島の原爆投下をコメディにするのと同じようなものだぞ。まあさっきのね、クーパー副代表も同じことを言ってましたよね。で、そもそもなんでこいつを採用したんだ。そこですよね。小山田さんといい、この人といい、ね、誰が何のために、ね、どういう経緯で、この人らを採用したのか、そこがなんか原因というか問題というか、根っこじゃないのかなって思うんですよね。うん、だってこの人たちじゃなきゃダメな理由って何かあったんですか？まあそれぞれなんか才能はあっただろうし、ね、そこそこ実績もあっただろうし、っていうのはわかるんですけども、うん、なんかこの人たちじゃなきゃならない理由って、なんかないと思うんですけどもね。うん。なんかね、この電通さんの方から降りてきた、ね、うん、電通一派とでも言いましょうかね。うん。っていうのがなんかもうね、見えるというか匂いますよね。うん。主にお金の匂いがしますよね。うん。まあいいんですけども、次の人が、キャンセルカルチャーにはうんざり、何十年も前にしたことを誰が気にするんだ。みんな間違いを犯すし、十字架にかけるのはやめよう。へえ。キャンセルカルチャーってなんだろう。キャンセルカルチャーダメだね。こんなことしても何も治らないとか、ジョークにしてはいけないことがある。600万ものユダヤ人の組織的虐殺もその一つ。さらに問題なのは組織委員会がこういうことを精査しなかったことだ。とか、日本オリンピック委員会が選んでるんだよね。日本史上最低支持率の元総理、障害児いじめた男、そして今度はホロコーストをネタにする芸人、人を精査する方法というものを知ってるんだろうか。ね。精査っていうよりもなんか違うところでなんか共通点があるような気がするんですよね。うん。なんか調べてみたら、あ、なるほど、こういうつながりのこういう人たちだったんだっていうのが誰か調べてくんねえかな。絶対なんかそういう黒いつながりがあるね、そういう人たちのような気がするんですけどね。で、次の人が、誰でも過去を掘り下げたら非難されるようなことは見つかるはず。でもオリンピックの指揮や代表に誰がなってもいいわけではないし、同情はできない。で、次は23年も前かよとか、開会式今すぐ中止しろとか、賢明な行動はそれしかないみたいな。このトレンドに従うなら世界中で仕事してる全ての人を解雇しないといけなくなる。なんでそうなるんだ世界中で何仕事してる人って全員なんかユダヤね、うんぬん言った人ね、僕そんなこと言ったことないですけど。うん。あとなんかこうね、いろいろこの悩んでる、苦しんでる、ね、うん、痛みを抱えた人たちをね、さらにこのね、追い打ちかけるようにいじめるなんて、そんなことしないですけどね、普通の人たちはね。うん。そう、だからやっぱりこの擁護する人って、同類かなって見ちゃいますよね。うん。で、オリンピックが日に日に冗談のようになっていくな。もうね、最初からケチつきまくりですけどね。うん。でもせっかくね、いよいよもうやるぞってなったんだからね、うん。極力こう、さーっとっておかしいですけどね、選手の人たちには怪我とか病気に気をつけて頑張っていただいてっていうね、そういう意味でですよ。うん。で、次の人が、こういう人たちは何かがおかしいんじゃないか。ね。うん。意図的におかしな人を集めたようにしか見えないですけどね、もうね。うん。ってことは選んでる人もおかしいってことなんじゃないのかな。うん。全く東京オリンピックに関して毎日のようにろくでもないことが出てくるな。本当ですよね。直前っていうかもう当日になって、ね、もう恥ずかしくなるようなニュースばっかりブンブン出てきちゃうのはなんでなんですかね。うん。どう考えてもこれ、選んだ人間がおかしいだろう。うん。それでもあれかな、わざと泳がせておいて、開会間際にわざとリークしてるとか、そういう動きもあるのかな。まあ、ネタにしてはいけないネタですからね。これはもう、擁護なんてしようがないじゃないですか。ねえ、日本だって広島、長崎のことネタにされたらどうなります？ねえ、拉致被害者のこと、笑いのネタにされたらどうなりますっけ？っていうことを言われてましたよね。その通りですよね。うん。やっぱり人に言われて嫌なこと、ね、自分が言われて嫌なこと、されて嫌なことは人にもするなっていうところが、分かってればやっぱりこういうことにならないんじゃないですか。うん。だからそれが分かんなかった人ってことでしょ。うん。ただね、この、なんていうのかな、ネタっていうほどネタになってないんだよな、この小林さんの場合ね。ホロコーストをもろネタにしたわけじゃないじゃないですか。この動画見た方は多分気づいたと思うんですけどもね。なんだろう、難癖に近いのかな。そもそも触れたらダメだったから、触れた時点でアウトって言われればそれまでなんですけども、だってその後なんだっけ、なんかそんなんできるわけねえだろうっていうツッコミが入っているけど、そのツッコミの部分は意図的に扱われてないっすよね。うん。だから結局あれでしょ、毎日必死にオリンピックを台無しにしたい。ね。うん。さらにこのね、むちゃくちゃにしたい輩が荒探しして過去を掘り返してるんですからね。うん。まあ、残念ですけど、こういうことになっちゃったんだから、しょうがないですよね。うん。でもね、なんだろう、これ、小林さんをね、今更これ擁護する意図はないですよ。ね。アメリカ人とか欧米の人だってよくこの原爆をさ、ネタにしてませんでしたっけ。ね。いや、もっと近くにそれをネタにして喜んでるやつらいましたよね。うん。ね、何にも悪いと思ってないじゃないですか。ね。うん。だからそれ考えると、ね、解任はどうだったのかなってちょっと思わなくもないですかね。うん。例えば、ね、ああ、でも解任は妥当か。うん。まあ、長崎、広島に原爆また落として市民燃やしたろか。ね、そんなんできるわけねえだろう。ね。これをネタとして許せるかどうかってことですかね。うん。これはやっぱありえないかな。うん。まあ、荒探しですよね。どう考えてもね。うん。まあ、多分ネタ見た人はすぐわかると思うんですけども、小山田さんとかあの類とはちょっと違いますよね。小林さんの場合は。だからまあ、そのキャンセルカルチャー、ね、キャンセルカルチャーにはうんざりみたいなコメントありましたけど、まあ、確かにそうですかね。うん。なんかうるさい、この少数派っていうのかな。何が何でもオリンピックをこう潰したいみたいな。まあ、騒いでる奴らに、まあ、捕まっちゃったっていうか、そんな風にしかそういうことですよね。だからまあ成人しか、ね、大きな仕事ができねえのかよってそういうことになっちゃいますよね。うん、だってまあこの理屈で言ったらさ、ね、わざとギリギリでこういうことを明るみにさせてるわけでしょ。うん、では、ね、この原爆 T シャツ着て問題なく活動してるね、うん、あのなんか 何人か組かのね、あのね、どこの国の誰とは言いませんけども、ね、あの国のね、この日本でも活動してたりするね、あのアイドルユニット、うん、もう即引退させるように糾弾しなきゃいけなくなっちゃいますけど、そうはなってないですからね。うん。だからまあ僕がそうですね、僕個人的なまあ感想というか、まあ誰でも過去を掘り下げたら非難されるようなことは見つかるはず。これはわかりますよ。ね。うん。でもね、わざわざ平和の祭典でユダヤ人虐殺ジョークらしきものを披露したこの芸人さん。ね。この人を起用したのは間違いだったなって思いますけどもね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。